はい、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日もマージマンション、続きをやっていきたいと思います。さて、この音が入っているのか、拾っているのか、このマイクは。昨日からね、急にセミがめちゃくちゃ鳴いてますけど、ひょっとしてノイズとして拾ってないかもしれないね。というわけで、収めていきますか。カーペットを修復する。よしよしよし。やっと赤箱ゲット。次回出していこうかな。お、やっと、象の頭を取り付ける。はい。やっと一個すいた。お、よかったよかった。顔がないのかわいそうだもんね。かわいそうというか、うん。ウィンストンを手伝う。二つしかも。二つね。次回だな。じゃあこれです。フレームを修復する。はい。おお、きちんと展示されてる。うん、それね。ちょっと待ってよ。これは売る。あー、レベル5だっけ ?5 だね、これ。ん ?5 だね。どうしようか。ハサミでカットするのもありっちゃありかな。ハサミいっぱいあるしな。まあ、いや、ちょっと、状況によろ。よる。ね。これあと何回ぐらい残ってんだろう。そろそろ切れる気がするんだけどね。まだいける？そろそろ壊れる気がする。壊れた。壊れました。これで一回休憩になる？あれ？多分20タップぐらいしたと思うんだけど。2、3、4、5、6。あ。しまった。ハサミで切るまでもなく、なくなってしまった。じゃあ、やっぱりドロップするのを待ちますか。イベント行ってこよう。3位。どうしようかな。まあ、3位か2位狙いでいきますかね。1位はね、もう無理なんだよね。多分ね、500とは言わんけど、多分400ポイントぐらい離されてる。さすがにね、そんだけ離されたらちょっと無理かなーみたいな。ね。まあ、無理のない範囲で楽しむ。大事なこと。まあでもね、やっぱりイベントに参加すると、いろいろ美味しいしね。美味しい美味しいです。2回分のこのね、無料回復を忘れずに。で、イベント終了まであと、まあ、あんまり時間ないわけですが。いや、出したとはいえだよ。
78。8がもう21まで頑張ったら8もらえるけど、それまでにはイベントが終わってる気がする。さすがに。じゃあやっぱこれの回復を待つのが一番ベストなんだよね。いつになったらレベル11は作れるのか。こうしておこう。正直レベル7はもうタップすると損かな？っていう感じはする。まだレベル8ならまだあり。もうちょっと言うとこれが回復してくれればありがたい。ちょっと考えるか、後で。まず、開けよう、これを。セミめっちゃ鳴いてるんだけどな、これ。この音は、みんなの耳には、ひょっとして届いてないのか。さすがに6本目とかはいらないよね。と思うんだよ。タイヤないっけ？タイヤないのか。と待ってよ。あ、やっと 合成できるものが。いや、とはいえ、いっぱいなんだよね。よしよし。あー、使っちゃおう。これで、まあまあかな。合成ができます。とはいえもう合成できるものがないな。しまいます。まあ思ったよりは悪くなかったかな。で、あとはまあどれも厳しいけど、ウィンストンさん手伝う？で、4の8枚いる。8枚の、これが2個いる。うわぁ、狂っとる。いや、ちょっと後で考えよう。AD 交換で、トレードでなんか出ないかな。さすがにちょっとこれ厳しい。いや、時間かければいけるけど。何がいるっけ？ほうきとちりとり。たまにあれだよね、冷蔵庫開けたときに、あれ何取りに来たっけと同じ現象が起こるやつね。よいしょ。もうちょいで、ほうきとちりとりはできる。できるが、問題はどれもな、ゴミを取り除く。おお、いいぞ。たまたまある、さっきできたやつ。いいぞ。先に、いや、いけるかな？
けるかな。これの上だっけ。だね。これで完成。台座を掃除する。はい、おお、綺麗になった。なんか掘られてるね、レリーフのとこに。いやでもこの中のタスクで一番きついのはウィンストンさんのやつなんだよね。これはもう待機だな。待機でござる。で、あとは、空きはある。6、5。しまっとこう。で、ウィンストンさんのやつ。いや、ちょっと8枚は今から出せんぞ。で、ガのレベル5もちょっと時間かかるとなると、これかな。あのね、買ったやつがあるはずなんですよ。コインで、こんなこともあろうかと。コインで購入したものが、ございます。それにしてもセミめっちゃ鳴いてるな、この時期。あれだね、いつもちょっと動画に音入るかなって気にするけど、これ出すか。音入るかなって気にするけど案外入ってないんだよ。いや、いいことなんだけど、入ってなくてよかったなって話なんだけど、セミの音が、ひょっとして入ってんのかもしれないけど、多分ノイズキャンセルで、だいぶ音が薄くなってるんじゃなかろうかという。でも1匹や2匹の声じゃないんだよね。これがザ・田舎である。いやでも都会でも鳴いてんのかな。田舎でも鳴いておりますが。なんでこんなに身受け取りにね、があるのかというと、なんかたまにドロップしたやつを全部放り込んでいたからですね。いや、確かね。ちょっと待ってよ。これは出しとくか。あったあった。これこれ。いろいろ買ったんです。で、間違えてる。こっち。象を磨く。はい。この子は剥製じゃないんだね。石像みたいなやつなのかな？大きな虎ね。友よ、友へって書いてある。きっと誰かに送られたものね。一体誰なのかしら。名前とかはないのかな。あー、使う。カバーを取る。もうダメだ、ウィンストンさんのやつは後回した。なんか割れてる。ここすごい袋いるんだね。衝撃を受けてるよ。衝撃の袋ご入りを。まあ、ドライバーと袋。まあ、袋からいくかな。二袋だもんね。まあまあ、作れる範囲のやつ。ウィンストンさんのあのタスクは作れるやつじゃない。もう、どうすんのかな。もう何日かかけてやるしかないね。
8袋かける2だもんね。16袋開けなきゃダメなんだよ。今から16袋開けるのってもう単純にこの種袋を作るだけでだいたい5タップぐらいかかるでしょう。で、単純にね。で、出し切るのに12タップ。もうこの時点で16タップ、17タップぐらいいってるわけ。で、これが16袋なわけですよ。掛け算したくないもん。じゃあ、使うか。ちょっとごめん、今喋りながら待ってた。これが回復するの。でもまあ、ざっと見ても、この辺はいらないかな。売るか。売る。ぐぬぬ。売りたくないな。売りました。ドライバーを作ります。それこそ身請け取りから出しても良いかもしれないが。ドライバー。ネジ。ドライバーがこの上。ネジ出るけど今んとこいいかな。まあ後で吠え面書くかもしれんけど、あの時手に入れておけばって。あー、便器缶欲しいな。なんか出しておくか。どれ出しとく？どれも出しときたくないけど、まあ、これかな。便器缶しまっとこう。このレベル1の出なさ具合を考えると。売る。の困るな。空いてないし、まあ、これ回収しちゃうか。ここで合成するか。よいしょ。で、数が出てしまったな。ガラスを取り払う。はい。取り払った。ガラス入れるところから、たまたまある。たまたまですよ。え、マジで。これなんでこれ、あれだ。多分、ダクトテープじゃなくて、ゴミ袋がなんか、いるぞって時に必死で作った残骸だこれ。フレームを取り外す。ノコギリセットですね。外しちゃうんだね。また多分レストアするかな。ちょっと待ってよ。また袋だ。これなんとかならんかな。よし。再び袋をね作る時が来たよ。2袋入れよ。よし、ぴったりいくと嬉しいね。なんか読み込みにかかったよねこれ。これも捨てる羽目になるな。悔しいの。
そろそろこれドロップする。さて、骨を取り除く。はい、畑もね、さっきできたやつが、さっきじゃない、一昨日ぐらいにできたやつかな、がたまたまありました。またドライバーだ。波状攻撃が。ドライバーか。ドライバー。いけんこともなさそうなのがまたね。いいのか悪いのか。これの一個上なんだよな。うる。11秒お待ちいただけるだろうか。まあ、その間に向こう行ってるか。これももう扱っちゃおう。ちょっとやりにくいけど、しゃあないね。よし。よし。しょっぱいよ。なんか急にしょっぱくない？気のせいか？はて。一回戻るか。なんか、50秒という絶妙な時間なので、もう一回行ってこよう。とりあえず、使うもの使ってと。よし。これもうちょい出せるかな？こうだ。よし。もうちょっと合成。これ以上は、あれだな。あとはまあ直前にこの辺とハサミを使ってちょっとアクロバティックなことしたら、まあイベントはここまでかな。えい。というわけで回復をしよう。一個使う。どうだ？これで、インベントリはしまう。この辺は多分いらない。開ける。もうちょいだな、多分。ペンキ缶。急にバンバン出てくるけど、どうかしたか。この後でなんかよからぬタスクでもあるのか。ペンキ缶をバンバン使うような、まさかね。プレートを取り除く。はい、何が飾られていたんだろうか。ちょっと苔みたいなのが生えてるけど、アイロンだー。もう無理だな、さすがに。いや、アイロン作るまでに、一体何個の、何個の布を作ればいいんだろう。多分、次のアイロンできるまでに、これがあと2つはできてそうな気がするよ。でも、売るのが悔しいから、おそらく自分はそのままにします。あとはこれだな。
で、レベル4ができたけど、5ができないと話にならんのだ。で、回復はしたけどどうしようかだよ、今。今の自分の素直な気持ち。アイロン作るか。いや、待って。ウィンストンさんのこれをなんとか準備の段階まで攻めて。だどっかでやんなきゃいけないもん。せめて準備ぐらいまでやらせてください。でもこの辺は売るか。バンバン売らなきゃいけないの切ないな。よし、あれなんか、お、よし、間違えてタップしてるのかと思っちゃったよ。と、これでまだ2袋合体しました。これあれなんだよね、8袋重なってるやつが2ついるっていう、何かのバグとしか思えない。いや、バグじゃない、仕様です、分かってます。それとしか思えないぐらいの、よし、見てわかるようにね、この2袋じゃない4袋作ろうとしただけでさ、体力ゴリッゴリに削られてて辛い。よいしょ。まだまだだ。やっとレベル3が出来上がりましたよというね。レベル 4が2つだよ。どうかしとる。時間が。アイロンも作り始めるか。さすがに、いけるよね。アイロンも作り始める。スキップ。私もさっき急激に眠くなってきてやばいのだが、あれ、いるものなんだっけ。もう、あ、そうだ、アイロンマックス。いや、その前になんか違うとこに浮気するかも。いや、ガのレベル5、あ、間違えた、ガのレベル5の仕上がり次第かな。終わってしもった。チラッとこっちの画面だけ見といたらね、終わっとこうかな。あー、うん、まあ今回はここまでにしておこうかな。よし、というわけでね、まあ謎は増えつつありますが、ウィンストンさんとマディ、虎の謎の置物、そしてそれこそ海洋成分がこの左の台じゃない？ちょっと苔生えてるの気になるしね。あ、このね、真ん中に辺にあるこの時計、置き時計、うちに似たようなのある。もっとなんか、なんだろう、プラスチック製品だけどね。昔のみたいに木を掘り込んで、そこに塗装してあるとかではない。チラ見。またやっているって思うかもしれないが。ケイシー&スケイティですね。ケイシー&スケイティは、
たまにこそっとやってる。あ、エネルギーなくなった。今度こそここまでです。というわけでね、頑張って進んでるよ。というわけで今回はここまでにしたいかと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。